の動画で、カメラが小刻みにブワンブワンに揺れていたことで、マジでゴルゴ病前な状態で編集していたこいつが話す今回のテーマは、元ブログのアクションカメラマウント方法として、おそらく一番多いのがアゴマウント。今回はこのマウント法を実現するために入手したアクセサリーと実際の撮影風景をお見せしていくぞ。それと今までネックマウントで撮影していたから、その比較もしてみたぞ。これから元ブログを始めたい人や、まだアゴマウントを試したことがない人には、特に刺さる内容だから、最後まで見てほしいぞ。目次としては、アクセサリーを買った経緯、ヘルメット紐のインストール方法、各映像とそれぞれのメリット、デメリット、まとめ、以上の構成でいきますよ。いくいく。アクセサリーを買った経緯。冒頭でも言ったけど、編集中に寄ったから、編集終わる頃には酔いすぎてフラフラぞ。以前と同じ道を走っているのに、ある日を境に急にカメラが揺れるようになったぞ。そのある日ってのは、タイヤ交換とスポーク交換を同時にやったから、どっちかが原因なんだろうけど、よくわかんね。それともう一つ理由があって、こいつはネックマウントのカメラをモバイルバッテリーで給電しながら撮影してるんだけど、 USB ケーブルの重みに引っ張られるためか、カメラの角度が常に傾いているような格好になるぞ。これは動画的によろしくない、ということでアゴマウントに目をつけたんだけど、アクセサリーを買わずとも両面テープで好きなとこに貼ってマウントできるアクセサリーを持ってるから、それで補おうとしたけど、手持ちのヘルメットは貼れる形状ではなかったぞ。このように隙間が生まれてしまう。これでは走行中に吹っ飛んでいく不安に常に駆られるぞ。こんなんじゃ不安すぎて、もうご飯しか喉を通らない。そこで目をつけたのが、このストラップで固定するタイプぞ。実際につけたとこは次で見せるぞ。これが今使っているヘルメット。この顎部分にストラップを通したいんだけど、鼻をガードするためのパーツが干渉する。このパーツはラバー素材でできているから、このままではストラップを絞った時にラバーが変形してしまい、生ラ具合が悪いぞ。ってことで、でアクセサリーをつけたぞ。何かさ、猿グツはみたい。SM グッズかな？バイク乗りは漏れなく変態だって、はっきりわかんだね。そしてカメラをつけたらこんな感じぞ。まるで元ブロガーみたいだー。ともあれこれでアゴマウント完成ぞ。比較映像とそれぞれのメリット、デメリット。これがアゴマウントの映像。ネックマウントと比較してみるぞ。大きく違うのはやっぱりアングルかな？運転席に近い分ネックマウントの方が、ダイナミックな映像になるらしいんだけど、個人的には、そこまで差はないような気がするぞ。皆さんどう思いますかね？あとは実際に走ってみて、気づいた点を挙げるぞ。角度調整。ネックマウントだと、下を向こうにもヘルメットが邪魔をして、今カメラがどんな角度なのか、確認しようにもわからないことが、多々あったぞ。おかげで編集に取り掛かるまで、どんな映像が撮れているのか、確認するまでのお楽しみだったんだけど、アゴマウントだとその心配がない。その理由としては、四角の中にカメラがあるから、確認しながら角度調整できるのと、顔を動かしてもある程度の、角度調整ができるってのが大きいぞ。視界を動かせる。ネックマウントは、首からカメラを下げる分、視界が固定されるけど、アゴマウントは、首を動かした先の映像を撮ることができる。要は視界に変化をつけられるんだけど、これは動画撮影にも、新
新しいバリエーションになると思ったぞ。とはいえ脇見運転には気をつけたい。振動ネッキマウントは脳が震える、振動がどうしても伝わるのに対し、アゴマウントは首が振動を吸収するから滑らかな動画を撮影できるぞ。これは動画を撮る上でかなり重要と言えるぞ。しかもフラットとハエ林道も走るから揺れが抑制できるのはありがたい。ヘルメット重要とネックマウント勢から言われそうだから、アゴマウントのネガティブな面も述べるぞ。ヘルメットにカメラをマウントするということはヘルメットの重量が増えるということ、つまりは肩こりの原因になるぞ。若い人には大した問題にはならないかもだけど、お年を召してくるほどこの深刻な問題ぞ。できるだけ軽いカメラを揃えたいね。ヘルメットを脱いだ後、例えばバイクでの道のりだけじゃなく、ヘルメットを脱いで目的地を散策する風景を撮影するとなれば、アゴマウントはカメラを取り外さなくてはいけないけど、ネックマウントはそのまま撮影できるぞ。それと撮影はしなくても、アゴのカメラは取り外さないと盗難に遭う可能性があるから、どっちにしろ手間ぞ。こいつのように臨場メインだと人間は自分しかいないから、そういう限定的なシチュエーションならカメラはつけたままでもいいね。俺は面倒が嫌いなんだ。テストはキビーかもしれんね。まとめ、以上の点を踏まえてバイクでの道のりだけでなく目的地も撮影したい、ヘルメットの重量を増やしたくない、振動に強いカメラを持っている、こんな人はネックマウントに向いているぞ。対して動画に変化をつけたい、振動が多い道をよく走る、こまめにカメラを取り外すことに手間を感じない、肩こりに強い、こんな人はアゴマウントに向いているぞ。どちらのマウント方法も一長一短で、おのおの自分のスタイルに合わせてほしいけど、個人的にはアゴマウントに一票を投じるぞ。ちなみに今回商品名を紹介していないのは、いくつか類似品があってどれを選んでも大した違いはないと思ったからぞ。 Amazon で探せばいくらでも出てくるから、好きなものをポチったらいいぞ。今回はこの辺で。